9月9日朝7時25分筒井さんと朝練です。裏やぐら風はちょっとまあまあ、霧がちょっとあります。さあ飛べるのか。さあどんなんかい。おお力あるね、うん、よいしょ。はい、ソアリング風です。でもあまりよく見えません、霧で。とりあえず気持ちいいよ。やっほい。太陽が出れば5、6軒見えるのにな。お、見えてきた。やばいよ、見えなくなっちゃうよ。やばい。あ、晴れてきた。すごい景色で、あ、これブロッケン見えそうだ。どうぞ。いいね。平気。ブロッケン見えるかもよ。なんかすげえサーマルボコボコになってきたよ今。やべえ。よいしょ。なんだいこれ。急にあれかね、やっぱりブローかね。下の方結構行っちゃって。あっはっはっは。すごいね。あ、そう？どでどで。あ、何にもアクセル踏めないじゃんよ。なにこれ。あれ？いや、これいいよ。うわ、すげえ景色。あ、2段目でやっと動くよ。これ、1段目は何も踏めないよ。2段目はね、結構、2段目は踏める。ほら。体重入りすぎだよこれ。あ、
これ踏めないでしょ。何踏めないじゃなくて一旦折るでしょ。うん、おはよう、最高だよ。翼端折って、うん、しばらくしないと。風の割には浮くね。よし、折れてきたかな。さすが。今がチャンス。はい。ほんと軽いよねこれ。あら。あ、雲が上がっちゃったよ。いいよ、ワンタンでもツータンでも。ねえ。西はうまくいった。出たよ。あらよっと。いい感じになってきたよ。カンテが校長はなんだこれは。ボルト。あれまだかすってきた。
よろしゅう風でございます。お、いいね。うん、ナイステイク。まあ、無駄な舵を打たない。いっぱい入ってる。やほい。余裕ない。余裕ない。お。結構入ってるじゃん。うん、入ってるよ。今いいよ。ナイス。